大口叩いて飛び出していった割には情けない成果だね、リー。そう言うなよ、P。最初からオイラが出ていれば。今度は私の番だ。次はこの私が。祝宴の囚人より想像しいな。たとえその流れをせき止めようと、再び流れ出そうとする。さて、こたびはどこへと流れゆくのか。俺たちの寿命は10年。生まれてから一期二期と呼んで、最後は10期。勝ったぞ。それまでの10年間、俺たちは戦い続ける。生き延びたいって、そんなの当たり前だろ。ずっと考えてたんだ、私に何ができるのか、何を残せるのかって。そして明日を考えると不安になる。明日も同じ顔が見られるだろうか、僕はここにいるだろうか、と。迎えた。さあ、敵は目の前。死の果てまでも追いかけなさい。世界を破壊へと導くウロボロ、抹殺しなくては。あなたたち兵士なんて、いくらでも入ってくるわ。人の命を選べるようになった。戦わないって選択を、あんたらのおかげだ。その刻印、10期後半、あと3ヶ月ってとこか。あと3ヶ月で私はこの世界から消える。希望の丘でお前たちの誰を見せしめにするか。ゴストナンバーズの襲撃です。俺たちは女王に会わなきゃならない。この世界をあるべき姿に戻すためにも。その言葉のもと、どんだけの命が消えていったか。アライアレイターが動き出しましたぞ。やばいもん、ノア。私、生きたい。生きて、もっと。だから諦めないで。どうか私のこの時間使って。ダメだよ、いらない。そんな時間、世界が命を縛るなら世界を断つ。命はお前たちの遊び道具じゃない。因果だよ、その流れ。何人たりとも逃れることはできない。生きるためには何が必要？水、食料。そうじゃない。ここで必要なのは人の命だ。互いに命を削り合い、削った命は自らの命へと変わる。ここは主人公たちが暮らす世界、アイオニオン。この世界ではケベスとアグヌス、二つの国家が血で血を洗う争いを繰り広げてきた。相手の命を奪い、自らの命の日時計を満たすために。生まれた時から殺し合うことを宿命づけられた国民が学ぶのは戦うことだけ。彼らの寿命は10年。戦場を生き抜き、その寿命を全うし、女王の御前で成人の儀を受けることが最高の栄誉。だが、多くの者は戦場で命を落とし、その魂は粒子となって空の彼方へと旅立つ。送り人の奏でる調べに乗って。
このダイレクトでは主人公たちの冒険を追いかけながらゼノブレイド3の世界を紹介していきます。多くの仲間の命が失われていった。こいつらの手にかかってる。俺たちだってな、失っていろんなものを奪われて。ある特殊任務を命じられたケベスとアグヌス、それぞれ3人の兵士たち。そこで出会った6人は憎しみ合い剣を交えるが、謎の人物との出会いによって共に手を取る道を選ぶ。お前らはもう運命共同体だ。常にその命を狙われることになるだろう。生き延びたいと願うのなら、目指せ体験の突き立つ大地、シティオ。本当の敵を倒し、秩序と命を取り戻す。この物語の主人公は6人。これが俺たちのすべきこと。去っていく人の声を届けるのが送り人の役目だから。覚悟なんてこの道選んだ瞬間からとっくに決まってる。バカ言ってんじゃねえよ。お前らだけに背負わせるわけいかねえっての。ずっと考えてたんだ、私に何ができるのか、何を残せるのかって。およそ常識なんてものは疑ってかかった方がいい。立つ場所、見る位置でいくらでも変わる。本当はすっごく怖い。それでいいんだって、背中を押してほしいんだよ。ケベスとアグヌス、それぞれの母国から追われる身となった彼らは、この世界に隠された真実を手に入れるため旅立つ。女王の意向を各コロニーに伝え、管理、評定をするのが執政官だ。僕たちのコロニーは敵対している。だがそれを滑る執政官が同じだとしたら、要するにむちゃくちゃ怪しいってこと。もしかしたら大きく関係しているのかもしれない。戦わなくてはならない、僕たちの運命に。主人公たちの行く手に広がるのはこの広大な世界。さまざまな表情を持った自然が待ち受けます。そこに暮らすのは多様な野生生物。穏やかなものから攻撃的なものまで、豊かな生態系が広がっています。中には見るからに凶悪なモンスターもいるので要注意。ケベスやアグヌスの兵士たちも至る所で抗争を繰り広げています。各地にはケベスとアグヌス、それぞれの拠点であるコロニーが点在。コロニーの中心にある鉄巨神は移動可能な基地であり、戦闘のための兵器でもあります。友好的なコロニーでは買い物や食事、ごちそうさま、住民との絆を深めたりすることができます。コロニーやフィールドにある休憩ポイントでは、
ノアたちの日常を垣間見ることができます。ここでは集めた材料を使って料理をしたり、能力を強化するジェムを作ったり。ジェムが完成したな。住民からの情報をもとに仲間と相談してクエストとして受注することも。新たな出会い、まだ見ぬ景色、貴重なアイテム、最強のモンスターを求め、フィールドの隅々まで探索してこの世界を味わい尽くすのも楽しみ方の一つです。一度訪れた場所はランドマークとして記録され、スキップトラベルで素早く移動できます。ナビゲーション機能を使えば、この広大な世界の中でも迷子にならずに目的地までスムーズに向かうことができます。他にもスキップタイムで時間を自由に変更すれば、決まった時間にしか出現しないモンスターと簡単に出会えたりするなど、冒険を手助けしてくれる便利な機能が盛りだくさんです。ランツ、あいつの注意を引いてくれ。ユニ、援護だろ、任せときな。タヨ、セナ、お前らも頼む。了解だ。合図はそちらで。すまない、みんな、3つ数えたら出る。3、2、1、行くぞ。敵と遭遇し抜刀すると、そのまま切れ目なくバトルに突入。近づくと自動で攻撃します。より強力な攻撃をしたいときにはアーツと呼ばれる技を使うことも。アーツには敵の体勢を崩したり、攻撃する位置でダメージが変わったり、味方を回復するなど様々な効果があります。アーツは各ボタンに一つずつ割り当てられているので、ボタンを押すだけで簡単に使用できます。バトルに参加するメンバーはそれぞれの役割を持っています。攻撃が得意なアタッカー、防御が得意で敵の攻撃を引きつけるディフェンダー、回復役のヒーラー。それぞれのキャラクターが自分の役割をしっかりこなすことがバトルのポイントです。ちなみに操作するキャラクターはいつでも交代可能。特定のアーツを順番にヒットさせていけばコンボが発動。敵の体勢を崩し、倒して、持ち上げ、叩きつける。うまくつながると痛快です。さらにチェインアタックを使えば連続攻撃で大ダメージを与えることも。敵に与えるダメージが大きくなるとバトルはどんどん爽快に。本気で行く、覚悟しろ。ミオの頭の上にアイコンが出るようになったんだ。ミオのアイコンだけロックがかかってないな。え？なんでノアの服が変わったんだ？初めて持つブレードなのに、扱い方や立ち回りの仕方が頭の中に浮かんでくる。それぞれのメンバーにはクラスと呼ばれる職業のようなものがあります。なんかよくわかんないけど便利じゃん。クラスの特徴は様々。
ソードファイター。攻守のバランスに優れ攻撃の起点を担う。疾風士、素早い動きで攻撃を回避し強力なカウンターを放つ。メディックガンナー、広範囲の味方を回復、能力を強化することができる。戦術師、モンドと呼ばれるお札で敵を攪乱、味方の援護も得意。ヘビーガード、敵を引きつけ巨大な武器で味方を守る。破砕士、超重量のハンマーで敵の防御を打ち砕く。他の仲間のクラスに変更することも可能。多くのクラスを経験すれば戦いがどんどん有利。バトルで経験を積んでクラスランクが上がればマスターアーツを習得します。マスターアーツは別のクラスに追加でセットできる便利なアーツ。ディフェンダーなのに仲間を回復してあげるなんてことも。使えるアーツが増えればコンボもつながりやすくなり、バトルはますますテンポアップしていきます。さらに対になるアーツと合わせて発動させることで、2つの技の特性どちらも合わせ持つ融合アーツによる攻撃が可能。劇的に生きて劇的に死ぬ、それが私の望む戦場なのさ。メカニックはね、ちょっと壊れたくらいで諦めちゃダメなんだ。ノコンの本領発揮はここからも。そうですもん、一人では無理でも二人なら。弱虫のままでいる方がもっと辛いから、だから言えない。周りと同じことをしているだけじゃ同じ成果しか得られない。ただルールに従うことを戦略とは呼べないわ。敵対するのなら潰す、それだけだ。冒険を手助けしてくれるヒーローと呼ばれるキャラクターたち、彼らは7人目のメンバーとして共に戦ってくれます。パーティーに参加できるヒーローは1人だけですが、いつでも入れ替えることができます。ヒーローたちの持つクラスも個性豊か。ガーディアンコマンダー、追い込まれると能力が高まる。好奇心、クリティカルを出すほどに攻撃力が上昇。ウォーメディック、回復や能力強化でパーティーを支援など様々。主人公たちも仲間になったヒーローのクラスにいつでも変更できるので、ヒーローを仲間にすればするほどパーティー内のクラスの編成やアーツの組み合わせが広がっていきます。飛び込みやがった。クラスを変更しても服装はそのままにしておくことができるので、お気に入りのファッションで旅を続けることができます。なんだあいつは。あれは生物なんかじゃない、別の何かだ。そんなに死にたいか。邪魔だ、足を引っ張るなら消えろ。偉そうに。とりあえず一匹目で終わらせるか。彼女の思い、記憶なのかな。それがたくさん俺の中に流れ込んできた。主人公たちはインタリンク
と呼ばれる融合をすることで圧倒的な戦闘力を持つウロボロスへと姿を変えます。インタリンクできるパートナーはこの通り。バトル中にインタリンクをするとウロボロスに変化。インタリンクしている間は強力なウロボロスアーツを自由に使えますが、制限時間を過ぎるとインタリンクが解除されてしまうので注意が必要です。ランツたちばっかずるい。ずるいって？だってそうでしょ、インタリンクしても主導権はあっちだよ。主導権握りたいの？もっと頑張りたいの。みんなの役に立ちたい。ランツ、ついてきて。私だって。インタリンク中にどちらが主導権を握るかをスイッチすることも可能。主導権が入れ替わればボディが変わり、アーツも入れ替わるので戦局に応じた多彩な戦い方が楽しめます。戦闘で得たポイントでただでさえ強力なウロボロスをさらに強化していくこともできます。さらにチェインアタック中にウロボロス状態で超強力な攻撃を放つことも。一気に仕留めましょう。捕らえた。息を合わせて。畳みかけるぞ。俺の全力。この剣を乗せる。俺たちは敵同士だったけれど、今を生きようとする思いは一緒だった。これまではその一歩を踏み出すのが怖かった。でも今は踏み出せる。まだ消えるわけにはいかねえもんな。だからもう怖がらない。うん、行ける限り、この命が続く限り私は進みたい。変わるのはこれから。私も世界も。俺たちは作ってみせる、選べる自由のある世界を。ゼノブレイド3の世界をさらに広げるエキスパンションパスも販売します。発売日から2023年末までに配信される予定のご覧の追加コンテンツをお楽しみいただけます。ゼノブレイド3はアミーボに対応。すべてのアミーボで冒険に役立つアイテムが入手できます。またシルクのアミーボをかざすと、ノアのクラスソードファイターの剣をモナドの見た目に変更することができるようになります。任天堂スイッチゼノブレイド3は7月29日発売。世界観を存分に堪能できるアートワーク集や特別なスチールケースがセットになったコレクターズエディションも同日発売です。それでは皆様、アイオニオンの世界をお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。